はい、皆さんこんにちは、むけんです。今回はね、前回の転生の続きをねやっていきたいと思います。今回ね、スライムタワーの転生の、桃色三姉妹、これね1年ぐらい前に修正が入ったんですけど、最初ねレッドオブが出るっていう金策があったんですけど、まあ私ちょっと乗り遅れたのもあってかね、修正の後後でね、まあ結構美味しい金策だったんだと思ってね、これ業者のなんか対策かなんか、ラディスとかが業者だらけになったっていうのもあってか、まあなくなりましたけどね。で、普通の、貯金箱かなんかになったと思うんですけど、まあそうですね、貯金豚か、になったっていうことですね。まあ、っていうわけで、まあ1個目は、今回ね、13匹ぐらい見ていこうかなと、編集の段階でね、13匹だったんで、それをね、見ていきたいと思います。はい、じゃあ、2回目はね、1回目は、ね、スライムタワーでね、2回目が長老獣、人面獣のね転生モンスターなんですけど、これをねやっていこうかなと。まあ割とねさっきの場所が近いんでね、スーッとここのエリアが一番いいかな。オルフェア西がね一番人面獣が多いんで、まあここを狙ってね、さっきのねスライムタワーは10分もないぐらい、5分ぐらいで出て、やったーと思ってね、たまたま通りがかり、ここに行く途中で出会えばいいかなと思ったら、本当にねスッと出て、でこれに関してはね10分から15分ぐらいうろうろしてましたね。10分ぐらいかな。そしたら出てきたと、長老獣がね、まあ、ラッキーでしたね。こいつのレアアイテムがあれなんですね、今回レア出なかったんですけど、世界中の歯なんでね。まあでもここがね、2票開くことは今まで見たことないですね。世界中の歯をわざわざ取りに行こうという人はあんまいないかな。はい、じゃあこれがね、2回目でした。3匹目はね、獅子門のちょっと北側に行って、ブラウニー。ブラウニーの転生モンスター、トゲコンボかな？なんか強そうな名前ではあるんですけどね、鬼コンボみたいな感じなんですけど、全然そんなことなくてね、ただの転生モンスターっていう、初期のね、頃の、ランガオチオの転生モンスターって感じですね。はい、っていうわけで、まあこれはね、ここはね、20分から25分ぐらいかかりましたかね。はい、じゃあこれがね、3つ目、次はね、あそこからね移動して、レンドアからね、船に乗ってねやってきました、真のねコニウェア平原のね、トロロ将軍。これはね、20分ぐらい出た、あ、かかったかな、出るまでに。割とね、周りにね、レベル上げの人とかが、まあ、ちょろちょろいましたね、何人かね。はい、これちょっとね、バトルは、そこそこっていうか、まあ、めちゃくちゃ強いわけじゃないんですけど、やられることもないし、あれなんですけど、まあ、時間が結構ね、かかりましたけど。はい、じゃあ、この昆布大将の、まあ、これはね、釣りが始まった時に流行ってたんで、2.0 か 2.1 の時の転生かな。2.1か。新レンダー社が出た時に、あれでしたもんね。登場した転生モンスターだと思うんで。昆布大将のトロロ。マデュライトルアー。かなんかのあれですもんね、アイテムに必要です。これルアーの本か、これがね最初流行ってましたもんね。はい、じゃあ次の動画、次のね転生モンスター見ていきましょうかね。次はね、あそこ、ジュレットからね、あそこ行って、まあジュレットの東側かな、上層ですね。でね、こいつ普段からね、なんかいい印象しかないですよね。この、呪いの岩はね。スマイルロックの転生ではあるんですけど、あれだとね、カジノではね、呪い岩は爆弾岩の転生モンスターの扱いなんですけどね。はい、じゃあというわけで、まあ普段お世話になってますって言わんでいいことをね、言ってたんですけど、まあ嬉しかったんでね、なんか知らないですけど、やっぱりいい印象しかないですね。呪い岩が一回出たんですけどね、僕はカジノでね。もう大フィーバーしたね。2枠がポンと開くんで。はい、じゃあこの次はね、割と最近の 2.1 か 2.2 かな。その時の、ベビーサタンの転生ですね。これはね、10分、もうかかん、5分10分ぐらいで出たかな。割と早めに出たかと思うんですけど、香水使うとね、出ない時は出ないんで、出る時はね、1、2回で出たりして、ラッキーって感じなんですけど、
ね、こいつは、まあ全然強くはないんですけどね、転生モンスター。まあでも、まあ出るまでがね、やっぱりね、時間かかったりしますからね。はい、じゃあこれがね、ベビンゴサタンっていうんだ。ベビンゴサタンをね、倒したところですね。まあこれで、8匹目ぐらいかな、この動画に関しては。今週というか、ここ、まあ2日3日ぐらいはね、正月の2日3日4日ぐらいはね、転生をね、割と回数こなしてますね。まあ、趣味ですけどね、ぶっちゃけ金作動向とかないし、今ちょうどまあある意味時間あるんちゃあるんで、その時間を利用して、まあ転生、図鑑をね、埋めてるような感じですね。最近冒険者の広場から、こう、自分の討伐数っていうのを見れると思うんですけど、そこでね、ハテナハテナがね、結構あったんでね、それで気になって埋めに来ましたね。はい、じゃあ、ケダモンって言って、ここは、ドワーフの、あそこなんだっけ、ガタラか。ガタラからまっすぐ行った大陸、洞窟なんですけど、ガチャコッコのファイヤーボールとね、ピンクボンボン、今こいつですね、ケダモン。この二つをね、行こうかなと思って、この場所にね、一つの香水の間で行けるかなと思ってね。まあ、これはグルグ、地下道っていうんですか、もう、なんか一回ぐらいストーリーで行ってから、それっきり行けてないというか、行く予定がなくて、昔ここで、あれがあったと思うんですけどね、昔、マジカルハトがなんか行って、なんかすごかったと思うんですけど、なんか、そうでもないのかな。はい、じゃあ、ファイヤーボール、ガチャコッコ。さっきの近くの高台のとこなんですよね。向かう途中で。それで、ファイヤーボール出たんで、まあ、転生使ってね、これもね、さっきのやつ、ケダモンも含めて、各5分ぐらいかな。こっちも割とね、早かったですね。やっぱ早いといいですよね。回転率良くないと、転生しんどくなるんでね、1時間ぐらいやってたら、頭疲れるんでね。はい、じゃあ今度はね、コルト地方、ウェディのね、大陸の最初の村からまっすぐ行ったとこで、まあ、1回目はね、ここ崖から降りたとこなんですけど、1回目は、まあ出なかったんですけど、まあすぐね、すぐ割と2回目、これで出たのかな。はい、2回目でね、こうやって虹色のね、なんて言うんだろう、マーブルンっていうかな。あ、マーブルチョコのマーブルか。マーブルンっていうんですね。マーブルンを、まあ転生と。これもね、まあ図鑑埋めのために来たんですけど、2匹で OK でしたね。はい、じゃあまあこんな感じで、まあ順調にね、割と順調に。やっぱウェディの大陸って景色がいいっすよね。青空とね、海と綺麗だなと思いますけどね。はい、じゃあこの辺はね、もう超最近のウサちゃんですね。まあこの辺に一帯に集まってるのを図鑑をね、埋めていこうって思ったんで、ニードルサコ。まあ皆さんもうね、最近の情報なんでご存知だとは思うんですけど、もうすぐ逃げるんですよね。新しい3匹はイラストで、転生モンスター、最近の3匹に関しては、シノカラスティングでしたっけ？あと、これと、モッツァレーラ。この3匹はね、視聴者の募集によって、決定したっていうことで、金作向きではないですよね。もちろん、回数を増やして、やっぱり、視聴者が作ったものなんで、ね、募集で決まったものなんで、金作動向っていう目的を置いといて、アイテムっていう風に、アイテム、まあ、まあ、ファッションで使ってくださいということで、あと2ドロの方もね、小瓶であったり、まあ、そういう競争の中には入れないようにしてるとは思うんですけどね、いいイメージを持ってやってもらおうということでね。あ、じゃあ今回逃げなかったんでね、見破りとあれをできましたね。あ、じゃあもう一匹、この奥の、このちっちゃいコドラ君もね、転生の対象なんで、このあとね、そのまま連続でやりました。で、こいつはね、結構出なくてね、40分ぐらいかかったかな。40から、まあ、2個は使わなかったかな。まあ、30分以上、40分、50分ぐらいかかったかな。で、結構しんどくてね、まあ、どれ狙おうかなと思って、まあ、たまたまなんですけどね、メタルブラザーズも一緒に出て。まあ、でも、まあ、権限値はまあ、あんま必要ではないですけど、なんかね、やっぱりメタルって出るとテンション上がりますもんね。はい、じゃあ、ということで、初めて僕見たんですけどね、リトル・ライバーンって言うんだ。名前を言うと、ライバーンってよく聞きますよね。ドラクエだ、
ドラクエで過去にライブアンでいたな、なんか竜で。もうちょっと、あの、ブクブク太ってそうな感じでしたよ。なんか歴史的、あ、歴史っていうか、神話的な問題で、なんかライブアンでいたのかもしれないですね、ドラクエの、なんて。ドラゴンの角がね、2ドロか。2ドロで手に入りましたね。はい、じゃあまあ、最後になるのかな。あ、もうちょっとか。あ、もうちょっとか。あともう一匹いますね。まあこれはマッドレインボー。サブの方だとね、あれだったんですよ。もう倒したことあって指をゲットしに来たんですけど、メインの方じゃね、これ取りに来なかったですね。初めて一応倒したことになるのかな。はい、というわけで、まああんまりまあ強くはないですけど、まあマッドレインボー。あとね、なかなかマッドレインボーも出ないんですよね。あの昔も、前行ったサブで行った時もそうだったんですけど、全然出なくてね。まあ、まあ、こいつ理性の指輪かなんかだと思うんですけど、別で行きましたかね、多分。ここじゃなくて、もう一匹いんのかな。なんかそっちで行った気がしますね。あ、じゃあ今回レアはね、出なかったですけど、家具カタログが出ましたね。はい、じゃあまた称号ゲットっていうことで、まあ軒並みやっぱ転生はね倒してなかったんですね。図鑑埋まってないはずですね。はい、じゃあこれが最後ですね。この動画の最後、13匹目になります。まあ、前回が12匹で、今回13で25匹ぐらいね新しく倒してるんですね、昨日今日とね。はい、じゃあデザートゴースト、場所はねここが一番いいかなと思って、偽荒萩、まあ、混んでないし砂漠みたいに広くないんでね、ここがいいかなと思って歩いてというかゼロボードで来てね。はい、じゃあまあこれが最後でモテモテっていうんですね。まあもうだいぶ前の転生モンスターなんですけどね。ちなみに何だったっけな、精霊石かがレアなんですね。はい、じゃあ13匹でした。じゃあまたね、続き倒したら載せたいと思います。その2終了です。はい、ありがとうございました。失礼します。